皆さん、このツイートを見てください。みかんさんがね、このデッキ最強じゃねって言ってるんですけど、まあ、見るからにね、ちょっとね、本当かなーっていう感じのデッキなんですよ。もう見た感じ、あ、めっちゃ強そうっていう感じじゃないんですよね。まあ、なんでね、まあ、この最強警察のね、私が、本当にみかんさんの言うデッキが強いのか検証していきたいと思います。まあ、これで、ね、もし俺が万が一負けてしまった場合、まあ、みかんさんがね、まあ、ちょっと嘘をついていたということになります。ってことで、いきたいと思います。いきます。マルチですね。いやー、ほんとかな。でもね、見た感じね、あんまなんですよ。もうね、まずスキアイスピーもみかんさん好みかなみたいな感じが出ちゃってるんですけど、このね、ロイヤルデリバリーがね、しかもそう、削りがね、クエイクしかないということで、今まではね、ウッドとクエイクで削っていたところをクエイクしかね、削る要素がないんですね。はい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 、よいしょ。まあ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 、まあ、今のところ上々ですねと。はいはいはい、とりあえずここをミニペとかでしばいていき、まあホグの可能性があるのでデリバリーしちゃいますか。これあ、これあれだ、竹取ってるやつだ。いってー、あぶねー。待てよ、これってことはトルネがないんでロイフグ飛ば正代ですね。ロイフグ飛ば正代なんで、はい、ボン、オッケーオッケー。これで、まあ、迫撃一回スケセパで受けて、あー、オッケーオッケー。これは、これで受けれる。スケの来んねえかな。あ、残ってほしかった。まあ、ロイフグセパですね。あ、3-1になっちゃった。まあ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 、いいでしょうと。もうこれ防衛で使わせることによって、相手のね、攻めのウェポンが、攻めのウェポンって2回言っちゃったけどね。あれなんですよね。ディガーだけになるんですよ。なんで、ディガーだけ注意してればいいっていうね。ディガー打撃持ってる時はね、どっちも警戒しなきゃいけないんで、ちょっと鬱陶しいんですけど、コウモリとか頭に来ると思ったが、来ない。ポイズンね。はいはいはい。記憶しました。もうね、記憶力といえば俺みたいなとこあるんで、ね、OK。とりあえずこれでハンター切っていって、もし逆サイにね。OK。いや、これ本当にデッキが強いのか、俺が上手いだけかっていうのが、まあ、定かではないんですが、とりあえずこれは迫撃で受けてきた方が相手からしたら美味しいと思うので、はいはいはい。これバルキリー回るのかな？これは、撃っていきます。で、これ撃つと、全部死ぬんで、で、もう一発入れろ！まあ、こっちだと思ったよね。まあ、今の感じからいくと明らかにこっちだったよね。まあ、とりあえずこれで受けてくると思うんで、はいはいはい。OK。もう一回マジアチャでサイクル作って、OKOK。OKOK。まあ、ここでポイズン打たれる分にはいいですね。そしたらディガーが飛んでこないんで、逆に。大体は攻めに、迫撃を使えないので、ディガーしか使えないので、後ろからね、カードを展開していきますと。いい感じですね、今のところ。で、ミニペとロイフグをね、セットにしてあげて、飛ばすことが大事ですね。なんで出んねん！やばい。ちょっと待って。で、この位置多分、マスケでぶち抜けるんで、来るんですよね。はい。なので、ここカバーしていきます。オッケーオッケー。まあ、ディガーはダメージが低くなったと噂されているので、どれくらい減ったかをね、見ていきましょう。あんまり減ってないですね。おと。これはぶち抜いて。ぶち抜きチャンスか？ぶち抜きチャンスか？ぶち抜いてくれ。オッケー。でもまあ、これは、クエイク。オッケー。クエイクと何かしら、これマジでぶち抜きたいな、こいつ。いけ、あ、オッケー。いやー、これちょっと際ですよ、正直ね。アイゴレがいないんで、こういうね、迫撃とかはね、ターゲット取れないんですよ。まあ、だから多分クエイク高回転にしてると思うんですけど、このロイヤルデリバリーがね、本当にいるのか、果たしてこのデッキは強いのか、
まあ俺が強いだけなのかっていうのがね、結構難しいところになってくるんで、まあ今のところはね、まあデッキはまあ強いんじゃないかなと。まあみかんさん、まあ結構いいデッキ作ったんじゃないかなという感じですね、今のところは。とりあえず、ここら辺は、スケート化していって、はい。ハンター、アイスピと。いってえなー、それは。やば、最悪。最悪すぎ。うわー、デリー出せばよかった。最悪だわ。ちょっと待って。でも相手結構エリクサー使ったんで、序盤から、結構使ったんで、雪玉、スケ。スケアイスピ。雪玉。まあ、これでいきますか。とりあえずね。ああ、なるほど。ミニペパティーンか。めんどくさいですね。ちょっと。まあ、ここはスケだけでいけるんで、スケだけで、そして行き、雪玉でキング起動したいですね。いや、できない。やべ。しかもなんなら結構行かれる、これ。いやー、どう洗面してくるんだろうな、これ。マジアチでキング起動したいな。おっ、ぷんぷんぷん。ホグ出した相手は、たこれ先に、相手もクエイクなんで、先に攻めた方がね、カウンターで負けるんで、これ一回マジアチで、同サイド。まあ、相手も同じ考えですね。で、あいつは、このデリで踏めるんで、多分延命してくると思うんですよ。そして、こんで。これ、潰しに来た瞬間、いきます。はいはいはい。オッケーオッケー。いや、いいよいいよいいよ。結構相手困ってる、これ。あー、これ一発ある。おいしょおいしょおいしょ。オッケーオッケー、めっちゃいるめっちゃいる。オッケー、いいよいいよいいよ。で、相手ミニペと、あれしかないんで、これあれですね、相手、攻められる分だけきついですね。なんでミニペに、マジアチャクエイク合わせていきたいと思います。で、多分、速攻で合わせて、の方が来ると思うんで、オッケーで、ワンチャン延命してくるかな。押してこない、してこないっていうか、ミスっただけ。これオッケー、相手がホグ飛ばしたいんで今。はい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 、いいよ。オッケー。いや、これは多分無視するな。オッケー、うまい、うまい、俺がうまいだけ。さては、さては俺がうまいだけっていう説がまかり通ってしまう。どっちだろう、どっちだろう、これ。いや、これどっちですかね。今のところ俺がうまい8の出来が強い2なんですけど、まあ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 、結構、まあでも結構俺のこのね、俺の高回転についてくるってことはなかなか強いデッキですね、これは。まあまあまあ。合格点、合格点ぐらい。出た、来たな。俺が、ウッド、これね、テンプレよりウッド抜いてるんで、枯渇でね、これに枯渇に対してどうなのかがわかりますね。あ、やべ、ちょっと待って、このロイホグしちゃったかもしんない。あ、でもロケット撃ってくれた。よしよしよし。オッケー、いいよ。撃って。うん。まあ、ここで、ミニペでしばいて、よいしょ。で、ロイデリなんですよ、問題。こんなんどうでもいいと。俺から言わしてみれば。やばい。うぶっこれマジで。やば。声出るなぁ。オッケー。いや、一旦ナイトで、ここはナイトにこいつをね合わせた方が強いんですよ。なんでかっていうと強いからです。はい。まあこれ多分寸前のところでね。やべえ、これあれだな。ウッドの速さじゃ絶対ロイデリが間に合わないんで、スーパー速度でやんないとダメですね、これ。
まあ多分やばいやばい間に合わない待て、攻めムードを俺がマジャチャで、相手がロケットでマジャチャ殺せないんで、俺がねここで攻めムードさえ作れば、あっちい展開なんですよね正直。多分ねセパすんのが大事だわ。気づいちゃった。これねプリンが潰せないんですよいつまでたっても。なるほどね。ちょっとインチキ完封したけど、3体使っちゃったけどユニット、まあまあまあいいでしょう。いやダメだこれ、あれですね、枯渇がきつい、きつい、きつすぎる。ただくそ、ヤマンちゃんロケ来る。後ろ向け、お前は後ろ向くんだ。くそ、やばいやばいやばい。俺はもうこっちしか見てない。ロケ、おや、ここに来て、やばい見てなかった。おー危ねえ。多分プリンたまたま当たれ、これ後ろだ。やばい、はいはい、大変だ。ユニット来る、オッケーオッケー。あー危ねえ、危ねえ、危なすぎる、やばい、危なかった、マジで。あー枯渇はあれですね、若さでカバーしていかないと、あの反射神経でマジで、あのバレル見えた瞬間ぐらいに、てかバレルのこの猿が自陣に入る前に飛んでくるじゃないですか、敵陣から。これ自陣に入る前にこう離さないと完封できないですね、ロイデリ。でも今、多分、ロイデリ出して、一回もダメージ受けてなかったんじゃないかな、多分。ロイデリ出したターンは、スキャイスピーとかハンターで守ったターンは、ちょいちょいダメージ受けてたんですけど、ロイデリをもうずっと終盤右手で構えて、左手だけでプレイしてたんで、結構ね、多分、両手スタイルの人ならね、いけると思います。はい、ということで、まあ、ぶっちゃけ強い、ぶっちゃけ強いですけど、でもまあデッキも強いですよ、それは。ただやっぱ俺だからこれがまかり通るのであって、まあ本当にデッキ自体が強いのかと言われたら、まあちょっと疑問ではあるんですよね。まあなんでね、ちょっと実際これの動画見て使ってみてね、あんまり強くなかったら、あんまり強くねえじゃねえかって言ってあげてください。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、次の動画で会いましょう。バイバイ。